昭和図書館、竹里図書館、春日部市立図書館は、埼玉県春日部市が運営している、公立図書館、中央図書館と竹里図書館、昭和図書館3館体制で運営している。所在地は、中央図書館は、春日部市春日部東2丁目8番地61号、竹里図書館は大江田89竹里団地2階区、一、1、昭和図書館は、金崎839の1、 昭和43年3月1日、法務省浦地方法務局カスカベ出張所跡を改装し、カスカベ市大技カスカベ中町に、カスカベ市立図書館として開館。しかし、蔵所造加や建物老朽のため、カスカベ市役所が、同市大技カスカベアザマグサ城に移動した土地へ、昭和46年6月東海店。その後、つくば研究学園都市に移転した、 国立薬用植物栽培試験場は土地の再開発後、同所へ昭和58年4月再度移転。なお、同所へは市民文化会館も新設され、隣接して大型商業施設が建設された。ありがとうございます。